れ様です。あの楽天カードのデータなんですけども、大体ね年収400万円の方っていうのは、100万円の利用を3年間でねするそうなんですよ。これ楽天のデータですけどね、楽天のデータによると年収400万の方は3年間で100万円楽天に使うっていう平均データがあるそうなんですよ。まあ、ですので楽天からすると、年収400万の人が楽天カードを作ると3年間で100万入るっていう計算ですよね。繰り返して恐縮ですけども、で結局こういうデータ情報があるからこそ最初に手出しで2万3万お渡ししても会員になっていただくと十分なリターンが会社の方にも見込めるってことなんですよね。で消費者っていうのは目先の欲得で物を判断する、まあ、しかありませんから、長期的な目線ってのは持てませんからね。つまりなんでそういうふうなキャッシュバックがあるのか値引きがあるのかってことは、やっぱり想像するしかないんですよね。だってね、スーパーでもお買い得って言って利益を乗っけてないものが広告に載るわけないんですよ。少なくとも赤字にならないような価格で出してるんですよね。で例えば普段の仕入れが280円のものが普段3キュッパで売ってます。でそれがいきなり2キュッパで出るときって必ず仕入れの方にも広告で出したいんで大量に発注するから値段を下げてくれっていうふうな価格交渉してるんですよね。まあ、ですので普段280円で仕入れてるものが例えば220円で仕入れられるように業者の方を泣かしてるみたいな感じで、いわゆる下請け叩きをしてるわけなんですよね。その代わり年間の買取料っていうのがいくばくか交渉で決まるみたいなね、どっちにも恩恵があるようになっていると、まあ、そんな感じで一方的に得とか一方的な損っていう形はビジネスでは成り立たない、っていうことなのかなと思います。瞬間的には成り立っても長い目で見てそれが成り立ってるっていうことはどっかで元が取られてるっていうね、ちゃんとした計算のもとに成り立ってるんでしょうね。やっぱり三井住友カードでもやっぱり最初に2万とか3万とかばらまくんだけども、結局、そうしてばらまいたお金っていうのはお客さんが一時的にはゲットするけども、長い期間をかけてお客さんからちゃんと吸い取るような計算になってるんですよね。それこそ10年とか20年かけてても、会社としてはお客さんから元が取れればいいわけですから。でも10年20年の付き合いの前に離脱されちゃうともう本当に手出し損になっちゃいますから、そうならないようなサービス、まあ、つまりお金を払うことによってどんなサービスが、ね、会社の方に待っているかってことをこう見せていくっていうか体験してもらうってことなんでしょうね。まあ当たり前ですけどもそれしかないですね。で私たちが多分こうやって、お客様っていうかね視聴者さんからの Q&A に熟成じゃなくても答えてるっていうのはもうその無料体験をさせているっていう形なんですよね。でちなみに私はその無料体験といいますかね、無料のコンサルを一般の視聴者さんから受けた時っていうのは大体その後速稼塾に入塾するっていう風な形になりますよね。まあ、そういう風に誠心誠意お答えしているし返信も早いからってことなんでしょうけども、それは吉谷さんも十分体験されていることだと思いますからね。だからこの前塾生さんからお問い合わせがあったんですよ。まあ、どんな質問にも答えてもらうけども、それは塾生じゃなくても答えてくれてるんですかみたいな感じで、ね、それは答えてますよって、そういうもんですよって、情報発信っていうのは惜しげもなく与えて与えて与えて、で視聴者さんに貸しを作った状態でここまでしてもらったんだったら何かで貢献したいな恩返ししたいなって思うところまで、まあ、やるってことですからね。多分売上が情報発信によって立たない人っていうのはその貢献がいまいちなんでしょうね、なんかそこが浅いっていうか、これからここから先はお金もらわないとやれませんよみたいな感じになっちゃう。そうするとやっぱ視聴者さんって一気に冷めますからね。そうじゃなくていつまでたっても金をくれって言わない、これはすごいなっていうところに、まあ全体的に対してセールスがあると、じゃあ今回は付き合おうかみたいな感じでねやってくるのかなと思います。もちろんこの人はもう商品売ってくれることを待ってるなっていうふうにこちらが感じたら、実はあなただけにこういうものをね先行販売しようと思うんですけどもいかがでしょうかって感じで30万とか50万で打ち込むってことありますけどね。これがまあダイレクトレスポンスマーケティングなのかなっていうところでございます。はい、まあ吉谷さんに言うほどのもんでもないんですけども、ね、一応動画にしました。いってらっしゃい。